中国共産党中共は情報戦など明確な武力攻撃でない手法で台湾に被害を与えるグレーゾーン作戦を武力衝突の瀬戸際まで追い込んでいますこれは台湾はじめ東西で事態を誤った制御不能な戦争に発展し世界を巻き込むのではないかと懸念されるようになりましたところが戦争を最も恐れているのは中共ではないでしょうか中共の人目を引く宣伝はそれを示しています 中共によると東部戦区は4月8日から10日にかけていわゆる台湾島周辺の戦備巡殺と連合研演習を実施しましまた。今回の演習では陸軍の長距離ロケットランチャー海軍の空母駆逐艦護衛艦ミサイル突撃軍空軍の攻撃機爆撃機給油機ロケット軍の通常ミサイル部隊などが規定の区域に集結し 複数種の合同軍による台湾島包囲という圧迫体制を作りました台湾島の東部海域で活動する空母3等艦隊は戦域での空海演習に参加し制空権海上攻撃支援対応などを組織し演習しました4月10日台湾をめぐる一連の軍事演習を終えた後中共は台湾海域での戦闘準備を続けると発表しました中共軍は 台湾に対する精密打撃や海上阻止作戦の模擬演習をしました台湾国防部によると台湾軍は11日午前6時現在過去24時間で台湾周辺で12隻の中共海軍艦船と91機の空軍機を探知していますその中の54機の空軍機が海峡の中間線を越えて南西と南東の空域に入りました12日の午前6時までに 中共空軍機の妨害行為回数は35回に下がりましたが、8隻の艦船が台湾水域に滞留していました。台湾空軍、海軍、ミサイル部隊は中共軍の行動を厳重に監視し、いつでも対応できる準備をしています。今回の中共の軍事演習は、蔡英文総統が中米訪問後、アメリカにトランジット訪問し、 マッカーシー下院議長と会談したことへの反応であるのは明らかです蔡総統は10日に Facebook でさまざまな侵入活動や認知捜査に直面しているが国軍と国家安全部隊は十分に協力している軍民も団結して民主台湾を共に守ると表明しました台湾の呉祥省外交部長は10日メディアの取材に応じ中共が台湾を直ちに占領できるとの想像を防ぐためには 台湾のの自主防衛力の確保が重要である。そのために最新型 F16 戦闘機や台湾の非対称戦略兵器についてアメリカと協議するなど必要な防衛兵器の獲得に取り組んでいるアメリカ製武器を購入するのは重要な対話テーマの一つでありアメリカは柔軟な方法で処理することを保証していると述べました。同外交部長は、 台台湾湾を守ることとは確かに台湾自身の責任だと考えていますアメリカは台湾への軍事攻撃には今まで以上に耐えられない大きな代償が伴うことを中共に知らせる決意を持っているようです。5外交部長は中共の軍事演習は台湾に現実の脅威を与えるだけでない。実際その脅威は東シナ海や南シナ海にまで及び日本、韓国、 フィリピンなどとの間に緊張を生じさせていると述べました8日から10日にかけて日本の海上自衛隊は空母3島艦載機の120回に上る発艦や着艦などの情報を収集しましたこの空母艦隊は沖縄諸島の一部である宮古島から2 3 0キロの範囲に入りましたその近くには台湾や沖縄の米軍カデナ基地がありますこれは 台湾に対する最大規模の海空合同実弾演習の一つで12隻の軍艦と少なくとも91機の空軍機が出動しましたこの空軍機には J15 戦闘機 J16 戦闘機スホイ30戦闘機 J16D 電子攻撃戦闘機核攻撃能力を備えているといわれる爆撃機を含みますこれまで 1>, 1日に台湾海峡に入る中京機の最大飛行機数は昨年8月に記録された68機でした。これはナンシー・ペロシ前アメリカ下院議長の台湾訪問に反応した一連のグレーゾーン作戦の一部となります。今回の演習についてさまざまな活動の詳細な内訳や作戦の説明が発表され中共のプロパガンダが異常に注目されています。その中には、 軍艦とともに爆弾を搭載した H6 大型爆撃機による台湾周辺の多角的封鎖も含まれていますこのグレーゾーン作戦は中共が台湾に攻勢をかける際に採用する可能性のある戦略すなわち台湾の空中封鎖と海上封鎖を示していますつまり台湾にポーズをとってみせて台湾に恐怖心を植え付けているのです空母3島は 台湾に対する戦争ゲームに参加して空母による敵対行動を起こし J15 戦闘機による台湾東部からの攻撃開始の可能性を示唆しました中共軍は空母3頭を台湾島の東に配置することで対外的にはアメリカを阻止し体内的には台湾を封鎖するという目的を果たすと説明していますもちろんゲームならどうとでもできますが実際の戦争ではそうはいきませんまず 中共の空母はどうやって台湾の東側海域に到達するのでしょうか奇襲作戦を成功させるためには最短ルートでバス海峡か宮古海峡を渡るしかありませんしかしこれは良い作戦案ではなく実際の状況はもっと複雑です中共艦隊は台湾アメリカそして地域の同盟国の目の前を通る必要があります通過できるかどうかは 台湾と同盟国の対艦ミサイル、沖縄の嘉手納基地から飛び立つ米戦闘機台湾からはわずか4 0 0キロしか離れていないフィリピンのカミローシアス海軍基地の米艦そしてこれをサポートする米潜水艦がどの海域にも潜んでいます。中共軍がこの関門を通過して艦載機と爆撃機で台湾東部から接近したとしてもより挑戦的な台湾ミサイル防御システムに直面しなければなりません。 航空機や艦船に加え中共のミサイル部隊は台湾に対する精密攻撃のシミュレーションを行っています中共の官報によると台湾島周辺への攻撃態勢を維持するために他種部隊は現地合同作戦式センターの統一式のもとで台湾島と周辺海域の重要目標に対して模擬の合同精密打撃を行いました台湾国防部によると台湾軍は共同での情報監視 偵察を通じて中距離ミサイル部隊の動向を綿密に把握し台湾防空部隊によって高度な警戒状態を維持しそれを継続します中距離東部戦区司令部が発表した動画には陸上海上空中から台湾にミサイルを発射するシミュレーション攻撃の映像が映し出されていますその中で2つのミサイルが台湾の南端と北端に落ち ミサイルの炎が目標に当たったっことを示ししていました。この映像では台湾は攻撃を待つだけの無反応な島として描かれていますこのようなプロパガンダ映像は両岸国民の敵意をかきたてるだけで実際の軍事的意義はほとんどありません台湾の防空はハリネズミと言われ有名です。世界で最も防空ミサイルシステムの密度が高い国でイスラエルよりも高いことが分かっています さまざまな対艦ミサイルと対地攻撃巡航ミサイルが台湾の南北に広く配置されています。台湾攻撃の映像では、炎は台湾島の地上ではなく、台湾海峡の上空に現れなければなりません。大量の中距離ミサイルは台湾海峡や中国大陸上空で迎撃されるからです。中距離は自国民を騙すほか、武力孤児は米隊に対する中距離の標準的反応モデルとなっています。それは 潜在的な台湾海峡における武力衝突に対しての演習を目的としていますもちろんアメリカと国際社会は台湾海峡における中共軍の動態と実際の潜在的軍事行動やその他の表現に深く注目しています中共の演習は台湾の入り口に近づいておりグレーゾーンでのバブルの圧力も高くなっているようですこれは台湾に対するあらゆるグレーゾーン作戦は 一連の大規模演習の後に真の侵攻に発展する可能性が高いと警戒しなければなりません明らかに中共は積極的な攻撃性を示しています中共のグレーゾーン作戦のエスカレートはこの危険なバブルの圧力を高め大きく吹き飛ばすことに相当しますバブルの崩壊が熱い戦争の始まりだとすればバブルの崩壊を台湾は望んでいませんが 最も恐れているのは台湾ではなく中共ですそして中共はバブルの崩壊の恐怖を維持しバブルが危険なまでに膨らまないようにすることがアメリカの責任ですバブルが崩壊するということは台湾を守り中共の敗北を確実にすることになります西太平洋におけるアメリカの長年のプレゼンスは同盟国やフィリピンとの前方展開航行の自由作戦 軍事演習として実証していますグレーゾーン作戦の本質は戦争が起こらないような位置に止まることです発砲しないで危険を感じさせればより良い効果だというのが中共の考えです孫氏は兵法の中で戦わずして敵軍を諦めさせることができるとしています戦うことよりも勝つことの方が重要であることは誰もが知っていますそのため アメリカは中共とのグレーゾーンでの対戦ゲームを余儀なくされていますしかしこのゲームにはアメリカの紛れもない抑止力という大きな背景があります中共にはアメリカの能力とアメリカが定めたルールの範囲内でその能力を使用するという決意を理解させますただし中共が疑わないようにする必要がありますさて今日はここまでです私たちの番組を気に入っていただけましたら 登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。